今日ね、国立近代美術館で、オープニングがありまして、一つがですね、国立近代美術館のオープニングで怪しい絵っていう展示ですね。でこれね、まあ、怪しい絵っていう聞くとちょっとこうキャッチーなタイトルなんでね、皆さんこうで、かつね、あの新しい絵じゃないんですよ。現代美術じゃないんですね。あの今ちょっと現代美術が流行っちゃってるんであれですけど、なんかちょっと向きがおかしいかな。まあ現代美術がちょっと今ね、流行ってるんで、少し、なんていうかな、あ、まあ近代、まあそうね、近代っていうのはどこまで取るか難しい、近世っていうのがあるから、まあ近代です。あの江戸の、終わりから、明治大正を中心とした絵画ですね、絵の展示なので、皆さんちょっとね、あんまり見ないのかなと思うんですけど、これはねすごいいい展示でした。これはめちゃくちゃ面白いと思う、僕。あの今すごく重要な展示だと思うし、ちょっとね、怪しい絵っていうタイトルがね、にちょっと悩んだんじゃないかなと思います。でその辺についてもね、早速話していきたいんですけどね、2個話しますね。もう1個、損保美術館のモンドリアンの話ちょっとしてからあの行きますね。怪しい絵のね、ちょっとウェブサイトを見ながら行きましょうか。音とか聞こえなかったら、言ってください。コメントは一応見ております。はい。たまにですけど。ね、多分大丈夫だと思ってるんで、もうそのまま行きますけどね。はい。でですね、こちらのサイトですね。こちらのサイトね。ちょっとやってみようかな。まあ、いいか。はい。で、作品紹介、まあ怪しい絵って、まあ結構いいサイト作って、最近ね、展覧会でいいサイト作りますよね、みんなね。プロローグっていうのが、あとね、全部でね、5章立てだったかな。あ、僕一応この、これを見ながらやります。この、図録を見ながらやりますけど、全部でね、ちょっと待ってくださいね。こっち見ながらやろう。何章立てかな。まああんまり細かく話してもね、これを今日はね、中心、僕の仕事の中心ではないとは思うんですけど、3章プラス、プロローグとエピローグで、まあ5個に分かれてるみたいな感じですね。でね、この展示ね、大変面白い展示だったんですけどね、なぜかっていうのに理由ね、僕ね、あの図録を見てて分かりました。これね、実はね、怪しい絵っていうのでね、集めた展示じゃないんですよ。じゃなくてね、あれ?あのね、集めたもの、まず集めたらしいです。まず集めて、その後に、タイトルをつけているらしいんですね。で、こういうタイトルの付け方であることによって、なんていうかな、怪しい絵っていうタイトルとちょっとズレはあると思う、もちろん。だけど、あのすごく面白い展示が結果的に出来上がったんじゃないかなというふうに私には見えましたね。これはね、素晴らしい、ものすごく重要なあのものだと思いますね。というのが、僕ね、あのこれ一言で言うとね、かなりね、フェミニズムですよ、これ。かなりフェミニズムな展示です。だからあの、女性の描かれ方っていうのをが基本中心なんですよ。で、もちろんね、男のね、男性のね、怪しいそのものっていうのもたくさんあるんですよ。例えばこれ国吉とか月岡法然ですかね。はい。まあちょっとだけしか見せれませんよ、これは。あの、で、あの国吉とか法然とかね、の、があるんです。法然のこれは、あの、これですね。これ結構グロいやつですけどね。まあこういうのがあるんですけど、ね。あの、あえてこれ僕大きくしてませんからね。あの、写真はね。これでも落合義行っていうのも面白かったですね。落合義行、僕ね、実はね、あんまりね、浮世絵ってそんなに好きじゃないんですよ、実は僕。なんかあんまり好きじゃないのね。僕ちょっとね、ややスノップなところがありましてね、あの本当に王道のファインアートが好きなところがあるのね。だから好み、あの面白いと思ってますよ。だけどね、好みで言うとそんな好きじゃないけど、面白かったですね、やっぱね。まあただね、ほとんどがね、女性なんですよ。ほとんどが女性なのね。で、まあ、あの超名作と呼ばれているレベルのものですね。
例えばね、一番有名なのだとこれかな、やっぱり上村翔英の炎。これね、これどこが持ってるんだったっけな。あ、これは、東博ですね、東博。東京国立博物館。これね、結構見れないですよ、なかなか。あ、東博って作品がいっぱいあるんで、なかなか全部見れないんですよ、有名なやつね。これやっぱ、ものすごい名作だった。ものすごい名作だった。めちゃくちゃいいです。うん。髪の長い女性が髪くわえてるのね。つって。で、すごいね。すごい。まあまあ、これ六条の見やすどころというふうに一応言われてますね。あの、源氏ですよ。源氏物語ね。まあ、六条の見やすどころから皆さんで知ってるだろうからあれだけどね。でね、まあまあ、あの、川中教祭出てますね。でもね、教祭は、まあ、教祭人気だからあれなんだけど、そんなに今回メインだとは思わないですね。まあ、あの、大事ですけどね。まあまあ、閻魔様の場面だから、怖いところといえば怖いところですよ。で、月岡法然ですね。これが月岡法然のこの血みどろになったやつなんですけどね、血の表現がね、かなりね、強くあるんですね。ただね、これ面白いことね、図録に書いてあったけど、この後ね、一回血の表現なくなるんだって書いてあるのね。で、なんでかっていうとね、それね、上野戦争。あの、明治維新の時の上野戦争ってあったでしょ。上野でかなり血が流れてるんですよね。で、その血を見た後はね、血を描かなくなったって、血を描かないことによって、その生死を描くっていう風になったんじゃないかみたいなことが書いてあって、すごくいい分析。あの、僕は、うん。これはね、研究としてもね、面白いと思いますよ。でね、まあ、あんまり売れないと思ったのかなんか知らないけど、図録がね、ややね、ちょっとね、色とかがね、別に悪口言うわけじゃないんだよ。すっごいいい展示だったから、あの、余計なこと言ってるんだけど、ややちょっとね、色とかがね、もうちょっと頑張ってほしかったなっていう感じはする。あの、テキストのところとかね、紙がもうなんかわらばんしみたいな紙にしてるんだけど、まあ悪くないんだけど、もっといいのに作ってもよかったかなっていう感じがするな、これは。だって、これ売れると思うし、多分、相当安く売るんじゃないかと思うんですけどね。はい。で、まあ、第2章ですね。ああ、そうそうそう。でね、これ海外のね、との影響をすごく書いてて、論文の一つはね、あの、ラファエル・ゼンパーとの、バーン・ジョーンズとかですね、あと、あれですね、これがミュシャか、ミュシャで、あと、あれもロセッティですね、の作品も、まあ、あの、一緒に展示してありましたね。で、やっぱり、まあ、ものすごい流行ったんですよね、当時ね。で、そのなんかね、なんか、まあ、あの、空想でしょ？空想のリアルさっていうかな。そういうものについて、の表現というものについてもかなり書かれてありましたね。で、これはその通りだと思いますね。うん。ただ、やっぱりロセッティとか、あの、まあ、要するにラファエル・ゼンパが、その美しい方に行ったことに対して、日本人はね、あの、この怪しいっていうのはね、本当にその通りでね、怪しく行くのよね。でね、すっごいいいから、作品、マジでいいから。ちょっとだけ見せますね。これとかね、例えばね、京都国立近代美術館所蔵のね、稲垣中生さんですね、のタイプ。めっちゃ怖いでしょ、これ。だってね、これね、横に猫ちゃんが書いてあるんだけどね、猫ちゃんですら怖いからね。ね。まあまあ、これはね、大正10年。だからね、大正って本当面白い時代だったんだね。本当思います。で、あの、絵画、日本画ですよ、全部。あの、絵画はかなり完成してますし、これ有名ですよね、岡本新選。こう、真ん中がね、切り取られたやつなんですけど、あの、出品のために真ん中切ったんですね、一回。で、その後全体描いてるんですけど、これ有名ですね。はい。舞妓がこう、なんか、あの、遊びをしてるんですね。じゃんけんみたいなもんなんだと思うんですけどね。はいはいはい。であとね、僕ね、これあんま知らなかったんだけどね、海野翔忠夫さんという人がいてね、この人すっごいいいね。これもね、これね、実物見てほしいんだけどね、横串っていうシリーズがあって、大正5年なんだけど、これいい作品だったな。めちゃくちゃいい作品だった。でね、まあ、モナリザに影響を受けたんじゃないかみたいなことも書いてあるね。いや、本当ですよ。すごい作品だった、これ。この人はね、いろいろ面白い作品を書いてるのよね。でね、これね、あの、フェミニズムって言ったけどね、実はね、ちょっとね、トランスなところがもうあって、ちゃんと。これ、男の子ですね。あの、歌舞伎役者の男の子が、ヒゲを抜いてるっていう、ピッピッピッって、ヒゲ抜きで。
そういう絵なのね。その何とも言えないね、こうなんかいな、なんていうか無表情なの、本当に無なんだよ。なんかこう宙吊りにされた表情みたいなのを、ね、こう描くんだよね。でね、それね、やっぱりね、僕はラファエル前派とも関係してると思うんで、やっぱりね、写真なんですよ。写真っていう技術が出てきた時に、その一瞬をバンと切り抜くっていう技術は出てきたと。で、それを写真に近づけるっていう方法をした人ももちろんいるんだけど、絵をね。なんだけど、そうじゃなくって、絵画のにおけるリアリズムっていうものが写真に影響されることによって変化するっていうことを、その本当に真剣に絵画を、し、あ、写真と絵画の関係を考えた人たちっていうのがいると思うのね。で、この甲斐荘楠音はですね、まさにそういう人だと思います。楠音、ごめんなさい、楠音ですね、はそういう人だと思いますね。はい。で、これもすごいですよ。畜生塚っていうね、これ、まあ、女性たちが殺されたんだったかな、これ、このかなり大きい作品ですけどね。8層ですかね。8層ですね。屏風としては8層、になりますね。はい。で、こう、能面みたいな顔をつけてる人が2人だけ、顔の色がついてるのが2人だけいるんですね。まあまあ、そういう作品。あとね、幻覚っていう作品、幻覚と舞うっていう作品なんだけど、これもね、本物見た方が全然違うよ。本物見たら全然違うから、これぜひ見てほしい。本当にね、これもうね、消え入るような色です。ものすごい鮮やかなんだけど、で、この足とかがいいんだ、足のこの動き。めちゃくちゃいいんですよ。ただね、こんなにね、妖艶でね、こう舞ってるんですよ。まさに動いてるその瞬間を切り取ってるんだけど、今にも消え入らんとするんです、その色の中に。ふわーっと消えていくようなものなの。つまり彼女自身が幻覚を見てるし、我々も幻覚を見てるような絵なんだよね。これは素晴らしいよ。ね。甲斐荘楠音さん。これ有名なんですかね、これ。京都で有名なんですか？京都国立博物館が全部持ってますけど。あ、京都近美、京近美ですね。いやー、大事な仕事してますね。これもいいですよ。梶原久子。でね、梶原久子さんはね、本当にね、日常を描ける人だったんですね、この人。こっちとかもいいですね。ほら。傘をこうね、縦にして、バス停みたいなところで、ふぅ、みたいな感じで、こう、日々の疲れが、つーん、みたいな感じで、描けてるんだよね。すっげえ、京都市博物館、美術館像。でね、このね、梶原久子はね、こういうのも描いてますね。老婆って言っても、結構若いですけどね。綺麗としたね、こう、生き抜いてきたっていう感じのね、その人間がね、描けるんだね。だからね、やっぱこのね、大正期、僕はね、大正期ね、そのやっぱり現代美術的にはエログロナンセンスの時代なんですよ、やっぱり。で、そちらに注目されることが多いわけだけどね。やっぱりまあ、本当に評価されてたのはこういうものね。メインストリームに近いところにいた人たちだから、こういうのは。これはね、やっぱすごい。あと、まあ、ちょっと象徴的なのいきましょうか。島星燕ですね。で、さっき僕トランスみたいなこと言ったけどね、ある種のそのね、マイノリティみたいなことに対する思いがすごいある人たちじゃないですか、この人たち。だからこの絵なんですけど、これね、女性のね、顔にあざがある女性描いてるのね。そういうものをね、こう、に対する視線っていうものがね、すごくね、あるんですよ。でね、これはまあ、とっても有名だけどね、速水御舟のね、京の舞妓ね。これはまあ、脅迫。まあでも、脅迫でもね、しょっちゅうは見れない。はい、これ。この、あれですね、舞妓さんの方ですね。でね、これね、御舟が言ってる、御舟僕大好きですね、御舟はね。山田の美術館結構たくさん持ってますよね。で、御舟がね、こういうふうに言ってるのね。テキストちょっと読みますね。引用はね、大阪毎日新聞です。大正9年8月30日。人間の、それは誰もが持っている。他人に少しでも美しく見せたいとして憐慮している。焦燥感の焦るですね。憐慮している人間の浅ましい美しさ、誠に浅ましい美しさではあるが、それでも人間としてそこに捨てがたい、むしろ悲痛な美しさがある。で、浅ましい美しさ、捨てがたい浅ましい美しさなんだけども、そのそこのひそにでも確かにあるその悲痛なまでの美しさというものを描いたんだっていうふうに書いてあるね。
まあ素晴らしいね。ね、関東大震災の問題とかもまあこの時期はねもちろんあるわけですけどね。はいはいはい、まあすごいですよね。まああとまあこういうまあまああといろいろあるんですよ。あの例えばこういうオフィリアにね影響を受けてるね、明らかにオフィリアには影響を受けてますよっていう、総画とかですね、本当にね面白いね、発見がねものすごくたくさんある展覧会ですよこれは。あとね僕がね大のおすすめのね青木しげるも出てますね。珍しい作品出てましたね。あ、まあ青木しげる、これはブリヂストンのこれが出てますけどね。まあ青木っていうのはそのやっぱりその歴史がっていうかね、歴史を新しいところから、持ってくるっていう意味で、まあちょっと怪しいっていうか、まあまあ怪しいっちゃ怪しいですよね。歴史的にも怪しいしね怪しいっていうか別に嘘な創作なんですけどね。でまあ歴史が論争っていうのもね彼はあの巻き込まれたりしてるけどね、あの面白い作品がありますよ。これはどこか持ってるの、あ、金美が持ってるんですね。こんなん持ってるんですね。まあまあこういうものがですね、はいはい、あ、ミュシャーなんかがあったり、まあロセッティ、これ郡山が持ってるロセッティとかですね、こういうものも見えますよね。あ、でね藤島武史すっごいいいんだよね。僕藤島武史好きなんですよ。藤島ね、うん、あの本当にリアルな あの女性像を描ける人ですよねこの人。あのかなんていうか、その洋画的な技術がとってもある人だからすごく上手な人なんだけど、でもやっぱりその日本の洋画っていうものを大成したのは藤島でしょうね。あの黒田清輝はもちろんとても上手な人だったから、むしろ向こうのね技術は黒田、うまく、取り入れながら最終的にね、まああのモチーフによってその、日本製みたいなのを獲得した人だけど、その絵画の絵描きとしての性質として日本洋画みたいなものをしっかり描けたのは藤島武二の方かもしれないですよね。まあそんなに僕は偉そうなことを言えるようなあのほどね、あの詳しくはないんだけど、まあ僕はそういうふうに思う。藤島武二すっごい上手だ、僕好きですね。ああいうのって多分どんな海外持っても行っても受けないだろうけど、そうですね、あの面白いですよ。うん、これ北野常富、これはあの駆け落ちをする図とかね、すっごいあの構図がいいですよね。駆け落ちしてるんですね、これ手つないでるんですけどね。でカラスがいてね、カラスがものすごい大きなカラスが描かれてます。カラスがいいです、ものすごくカラスがいい。うん、もう一回見せちゃうけどね、上村松園ね、くわくすげえすげえやな。あのぜひ皆さんね見に行ってください。あのね、 あとねまあまあ結構、あ、小村接待とかも出てますね。接待、あの資生堂のもともと絵描いてた人ですね。あのなんでだけどすごい面白いファニーな絵を描いている人、小村接待もね今人気なんですよね、マーケットでもね。あのいいことだと思いますね。はいはいはい、まあそんなところですかね。はい、まあちょっとこれ見ましょうか。まあこれここでね、ここまあほとんど作品見れないですけどね、まあここでロセッティが見れますよみたいなのとかね。うん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 、はいはい、これあのあれですね、青木しげるですね。はい、まああの僕はあの日本洋画っていうかね、あの洋画ではやっぱりちょっとあのなんだか突き抜けた存在っていうか、あの得意点みたいなやつ人だと思うんで、青木しげるはね、あのできるだけたくさん作品見てほしいですね。はいはいはい、あ、これ誰、あ、つぶ、あ、だだ、冠城清方です。冠城結構出てますね。冠城清方はなんか変な絵いっぱい描いてますよね。うんうんうん、はいはいはい、でこれさっき見せたやつですね。はいはいはい、これさっき見せたやつね。海野翔、忠夫とね、それから北野常富ね、これいい作品だったな、ほんとすごいな。海野翔忠夫とか僕は発見でした、僕知らなかったね。いや面白い作家いるよね。いやこういうのは研究するとほんと楽しいと思う。うん、今いい時期だと思うしね、ちょうど100年ぐらいでしょ、すごくいい時期だと思うな研究するには。まだ資料があるし。うん、あ、これ小村接待ね、あのこのあのこっちですね、これ小村ですね。まあまあこんな感じですね。はいはい。で、これは、いつまでやってるのか知らないけど、大阪かなんかも巡回するんですよ。ちょっと待ってね。
5月19日までですね、3月23日から5月19日2011年が、登記日で、大阪歴史博物館でですね2021年7月3日からこれ短い8月15までね、やってますんで、これはぜひ行ってくださいね。はい、ということです。ね、これもどうしてもおすすめしたかったから見せました。はいね、ということでね、早速ですけどね、ぜひね皆さんいいねと、ね、チャンネル登録よろしくお願いしますね。